もうやばい、これはやばい、もう音がやばくなってきた、音がやばくなってきたね。もうこれは外うろちょろしちゃいけないようになってきたね。これはもう、もういかんな、これは。はい、うん、これは物が飛んだりする。雨はそれほどすごくないけど、もう風がすごいことになってる。下の桃玉菜の葉っぱがもう風吹きつけられてる。緑の側じゃなくてもう裏側の黄緑の側が出るようになったし、物もちょっと軽いものが飛び始めた。あ、雨もそろそろすごいな。ちょっとこれカメラ回しっぱなしにしときますんで、あ、ちょっとハレーション気味かな。こんなぐらいかな、色。はい、これぐらいで回します。
かけよう。まあこんなもんやね。はい。わ、もうこれは外に出れない。これは外に出たら危ない。もう風がすごすぎる。上からじゃない、もう風、雨が上からは降らない。もう斜めか横、もうあの屋根に当たった雨が巻き上がるぐらいの勢いだわ。落ちた水滴がもう風に一瞬で飛ばされて、こう霧になるぐらいの勢い。これはもうちょっと外に出て、枝とかなんか落ちてきたもんとかに当たるともう良くないので、外には出ない。ご飯を食べる。そうしないといけない。これはやっぱりちょっと回しっぱなしにして、ライブで配信されてる状態ですね。カメラの都合でね、このウェブカメラで撮ると窓の外のハレーションを起きてやってる状態ですけど、音声がちゃんとわさわさ入るのかな。別のあのアリちゃんのカメラでも撮っておくけど、まあそのなんとなくこうライブで回してますんで、気になる人は勝手に見ておいてください。私はご飯を食べます。さっき あんまり雨が強くない間に買ってきた、はい、ハウスジャワカレーを使用した台湾コンビニカレー、こっちでは多分それなりの食べ物なんでしょう。ジャワカレーですよね。ジャワっていうのはこれ爪、爪って書いて赤ちゃんは、まあ、あそここれ逆転してるんだ、ミラー状態になってる。まあまあいいや、あえてこれでいきましょう。はい、適当にもう見とってください。こっちのカメラは回しっぱなしだけども、まあまあいいでしょう。18分間、はい、これ山から風吹いてんだろうな。山の方から風吹いてんだと思うわ。風がえぐ、結構風がえぐ。雨はそれほどでもないけど、風が結構すごいことになってきた。3時ぐらいになるともっとすごいことになるのかな。まあでも
後ろでガーってこう風が吹いてる、わー風が結構すごいなこれ、風がガーって吹いてるなっていうのを見るだけです。こんなところにピンとポンと置くだけですけど、さすがにこの GoPro で今ねこれ外出て撮ろうとするともう結構危ないから、はい、私はもう台風が過ぎるまでここでカレーを食べるだけの動画になります。そしてこのカレーはジャワカレー、台湾コンビニ版なので、さして何も食レポをすることもありません。まあ、窓の外のこの木の揺れ具合とか皆さん参考にしてるんですけど、暑いのかな、これ音声入ってないのか、音声入ってるよな、あれ、あ、こっちの音声か、こっちの音声
どっちの店入ってるんだろう。